マールさん、サウジ移籍の黒幕エムバペ説にいいねをつけてしまうわらわら。サウジアラビア一部アルヒラル移籍が確実なフランス一部パリサンジェルマン PSG のブラジル代表フォワードネイマール31のいいねが物議を醸している。フランスメディア FOOTMERCA ターンオーバーによると、ネイマールは、サウジアラビア移籍の背景にフランス代表フォワードキリアン・エムバペ24の存在があったことを示唆する SNS 投稿にいいねをしたという。スペインメディア BESOCCER も10番ネイマールは PSG から移籍する背景にフランスのスターがいることを示唆する投稿を高く評価しいいねをした。まるで全てが7番エムバペの戦略であるかのようにと指摘。スペイン神マルカもまずメッシがマイアミへ出発し、今度はネイマールがサウジアラビアに向かっている。これらの対談にエムバペが何らかの関係があるのではないかという疑惑が浮上していると伝えていた。ネイマールはこのインスタグラムの投稿にいいねをつけており、キャプションにはこう書かれている。昨夏、ムバッペは PSG に対し、自分とネイマールが同じチームに入る余地はもうないことを明言した。偶然にも、アルヒラルでネイマールの加入が事実上発表されたその日、ムバッペはとても幸せそうにトレーニングに戻った。なんと、メッシ追い出して、ネイマール追い出して、ベラッテ追い出して。エンバペは生涯パリにいるわけ？仲悪いのは事実だと思うが、ネイマールが構想外になったのはコンディション不良による欠場があまりにも多すぎるから。あの高額と死亡で稼働率悪いなら構想外になってもしょうがないよな。5年後くらいに本出してくれ。